バッテリーのドアなんですが、少しグラグラする仕様になっています。これは故障ではありませんのでご安心ください。こちら GoPro Max のバッテリードア、バッテリーカバーの部分のここがグラグラするということで、まあ、購入された方はびっくりされる方もいると思うんですけど、こちらは別に不具合ではありません。GoPro の公式ビデオでも紹介されている通り、こちらグラグラするのが仕様なので、最初購入された方は、まあ、びっくりされた方も多いと思うんですけど、まあ、私もびっくりしたんですけど、こちらは別に故障でも不具合でもありませんので、安心してください。